さあしくじり学園です。皆さんよろしくお願いします。さあ初登場の生徒さんいらっしゃいます。まずは河合俊一さんです。よろしくお願いします。初めてですね。初めて出ました。ありがとうございます。よろしくお願いします。河合さんは最近しくじった話とか何かありますか？僕ね、はい、いろいろ考えたんだけど、ないんですよしくじって。もうノーミスで生活してますか？ほぼほぼノーミスの人生。本当ですか？前この番組から先生役でオファーが来たんだけど、その時すごい考えてないなってことで、お断りしたことがあって、しくじりなし人生ですね。なし人生ですね。不思議とこっちからそういう印象ないんですよ。失礼ですかね。失礼ですよ。なんかあるだろうと思っちゃうんですけど、なんかしくじり多めなイメージ。確かにね。いやないんですよね。やっぱ言いたいですね。この年になってないなっていうのは。言えたら確かになさそうだ。なんかあると思いますけどね。ないな。ないですか。さすが素晴らしいですね。さあそして桜坂46の竹本結衣さんも2回目ですね。よろしくお願いいたします。竹本さんはなんかしくじったことありますか？そうですね、私やっぱ桜坂ってグループでやってると人数が多いので、はいはい、うん、メンバーカラーみたいなこうサイリウムカラーって1人2色で構成されてるんですよ。例えば赤と青とか、私だったら濃いピンクと青とかあるんですけど、それってすごい見分けるの難しいんですよ、うん、会場で。そうだよね。私自分のファンの方だと思って、うん、思いっきり指さして、あなたみたいな、イエーってやったらなんか、なってだから全然違う子のファンで、私のこと見てもないんですね。なるほど。でもこの指本当にどうしようみたいになるんですよいつも。でちょっとずつこう広げて範囲広げてそこら辺みたいな、誰とも目当てなるほどね。私のファンだと思って、はい、ライブ中ちょっと心折れそうになるね。折れます。その瞬間が一番折れますとミスするより澤部さんは番組でずっと一緒ですよね、はい、そうですそうです、うん、だからなんか一番最初自分でキャッチフレーズみたいなね、うん、考えるんですよ、うん、でこの子は本当に滋賀出身でね、はい、琵琶湖が生んだパワフルガールっていうめちゃくちゃダサいキャッチフレーズ、うん、ちょっと待ってください。ダサいな。そうですね、今風じゃないですね。めちゃくちゃダサいね。二十歳超えた今も堂々と使ってるんですけど。まだ使ってるのね。やばいですね。昭和の香りがするけど、そのまま行きましょう。よろしくお願いいたします。さあそして、現役モデルでありながらプロ雀士、として活躍する岡田紗佳さんです。よろしくお願いいたします。いや動画いつも見てます。本当ですか？ありがとうございます。13年待ち何度見たか。あ本当ですか？なんかすごいですね。見てる国士無双ね、すごいなんかファンみたいになっちゃいましたけど、岡田さんなんかしくじったりしたことありますか？そうですね、あのとある大御所芸能人と麻雀一緒にしてた時の話なんですけど、あのやっぱ麻雀プロだから一生懸命ね麻雀打ってたんですよ、はいはいはい、いいところを見せたいじゃないですか、はいはい、そしたら、はい、その方がもう麻雀で一番高い手の大三元を張っていて、それを私がもう一番安い1000点でもう300、500って言って上がっちゃったんですよ、はい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 、そしたらめちゃくちゃ機嫌悪くなっちゃってもう全然もうあの、ね、全然話しかけてくれなくなっちゃってもうそういう方と一緒にやるときはちょっとあの本当だ、ね、はい、手を緩めてやらなきゃいけないなっていう。誰だ、でもなんとなく、はい、分かるよね。え全然違う、全然扱えねえよ、しょえないわこの番組で、すげえよ。誰なんだろうな気になるなリーマンショックね、しくじり先生、トレンディエンジェル斉藤先生が世界中を混乱させた大事件、リーマンショックを授業、いつやるの？ペイでしょ。さあ参りましょう。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。